は僕、僕はダメだ。何もわからない。僕はトウヤ。そうだ、僕はカガリトウヤだ。サイ、これはなさい。お母さんの声。守りなさい。夢か。そうか、僕は居眠りをしていて。あ、歌。ひなた。あ、トウヤちゃん、おはよう。おはようって、ひなた。あ、そっか、もう夕方の4時だもんね。じゃあこんばんはかな。いや、そうじゃなくてさ。で、4時？本当だ、もうこんな時間。アキラ遅いな。トウヤちゃん、今日アルバイトだよね。うん。なら私が代わりにアキラくん待ってるよ。いや、ちょっと受け取るものがあってさ。それよりひなたこそ先に帰ってていいよ。僕に付き合わせても悪いし。ん？大丈夫だよ、楽しいから。いや、そうじゃなくて。ああ、うん、楽しそうで何よりです。お、あ、トイの新着が来てる。悪い悪い、あの教師話が長えの。なんの、あいつ絶対に俺のこと嫌いだぜ。お疲れ様。いやー、参った参った。おい、これデータスティック返すわ。うん、それでどうだった？気になるよね。いや、マジでなんだろうな。ん？何何？ほら、最近この辺で起きてる連続変死事件ってあるだろ。あのニュースのまとめ、トウヤにもらったんだよ。ああ、あれ、この辺りなんだ。怖いね。そう、それなんか妙に気になって、最初のニュースからずっと保存してたんだ。そうだったんだ。トウヤちゃん、ニュース見るの好きだもんね。うん、いや、これは好きっていうわけじゃなくて、さっきも言ったけど妙に気になるんだ。どんな事件なの？
被害者はみんな体がバラバラ、火を使った形跡がないのに真っ黒焦げになってるらしいぜ。怖いよ。そのそばに黒すくめで白い髪の男の人が立ってるのを見たって話があってさ。おい、まさか死神。トーヤ、俺は一人暮らしなんだぞ。夜トイレ行けなくなったらどうしてくれる。うん、アキラなら大丈夫。そうだね、アキラくんなら大丈夫だよ。そうか、まあ、日向がそう言うならそうかな。うん、で今何見てたんだ。ただの最新ニュース。本当か、お兄さんに見せてごらん。あ、ちょっと待って。うん、どれどれ。つかトーヤ、お前何世代前のタブレット使ってんの。今度俺が前使ってたのやるから。って和田摘みより10年、跡地再開発の目処立たず、和田摘みの後に広がったとされる健康被害。あ、トーヤ、お前また。いや、ほらトイが勝手に集めたニュースだし。ん？なになに？今度はどうしたの？いや、なんでもねえよ。ほれ、返す。ごめん。たく、お前のトイはお前が気になってる情報しか集めないだろう。自慢じゃないが、俺のトイはゲームと漫画の情報しか載ってないぞ。あ、さすがにそろそろ出なきゃやばい。本当ごめん、アキラ。いいよ。それより、あんま昔のこと気にすんだよな。うん、気をつけるよ。そんじゃ、行こうぜ。んーだ、どこだよ。お、お財布ちゃめっけ。え、こいつ違ったのかな。ほ、あった。あんだよ、脅かすなよ、ちゃんとあんじゃんよ。おほ、パターン青なんつって。はい、両手を合わせていただきますと。はい、ごちそうさん。これで勇者様レベルアップって感じ。じゃあバイト行ってくるよ。日向、多分遅くなると思うからご飯は先に食べててよ。うん、じゃあ待ってる。いや、だからいつも僕のことを待ってなくていいってば。でもご飯は一緒に食べた方が美味しいよ。トーヤちゃん、早く帰ってきてね。勘弁してよ。じゃ、頑張って労働してこい。ああ、それじゃあまた明日。気をつけてね。なあ、日向。何？トーヤのやつ、まだあれなんだな。あれって？ほら、バイトってことは日向ん家に生活費入れてんだろ。うん、居候だからお姉ちゃんと私に迷惑かけたくないんだって。変でしょ、トーヤちゃんってば。やっぱそうか。まあ3人で住んでて、医者っつっても働いてるのユキさんだけだし、気遣ってやがんだな。けどお姉ちゃんも私も家族って思ってるし。昔ね、お姉ちゃんが施設を出る日に3人で家族ねって約束してるんだよ。ユキさんが施設出る日って、それ何年も前のことだよな。たく、トーヤは。でもトーヤちゃんアルバイト楽しいって言ってるし、面白い先輩もいるんだって。だからいいのかも。へえ、じゃあ今度邪魔しに行ってやるかな。あ、でもアルバイトの日は帰ってくるの遅いからちょっと心配かな。あ、コージ、特売終わっちゃう。ごめんね、アキラくん、私晩ご飯のおかず買って帰るから。うん、ごめんごめん、引き止めて悪かったな。じゃあまた明日。バイバイ。たく、トーヤのやつ、日向に心配かけんじゃねえっての。和田摘みはお前のせいじゃねえんだぞ、トーヤ。ああ、ちょっと急がないとギリギリだぞ、これは。かがり、トーヤ。日向からだ。今日はひき肉が安かったので晩ご飯はハンバーグに決定。ハンバーグか、楽しみだな。
ん？なんだ今あそこに。おかしいな、確かに何か見えたと思ったんだけど気のせいかと。やばい、マジで遅刻だ。ありがとうございました。バイト君、あの客の指揮法まあまあだったぞ。かがり君、お皿下げてくれる？はい店長。おいちょっと待てバイト君。もう邪魔しないでくださいよリンゴさん、お皿下げますよ。またいつものわけのわからない話ですよね。だからほらここ、バイト君ここよく見て。いい加減にしてくださいよ、このままじゃお皿は洗えないしテーブルも片付かないじゃないですか。それに僕にはかがりとうやって名前があるんです、そろそろ覚えてくださいよ。人聞きの悪いことを言うの。もちろんバイト君の名前は覚えているさ。じゃあどうして名前で呼んでくれないんです？その質問に答える前にほら皿のここをよく見たまえバイト君。はいはい、見ましたけど。わからないか？何がです？このスプーンの置き方だよ、この福神漬けの跡だよ、このお冷やの残り具合だよ。え、くんないかな。あ、全然。ああ、もうこれだから君はバイトくんなんだよ。だからかがりとうやって名前が。見たまえよこの食した後の皿に対するスプーンの配置角度。スプーンの配置角度。果敢にカレーに挑み、そして戦い抜いたものこそが成し得る。カレーに敬意を表してこそ置くことが許される静かな佇まいさ。無造作に置かれたようで実に気遣いにあふれた配置角度だろ。意味がわかりません。さらに目を移せばカレールート相対位置にあったライスの果てに点々と残るこの小さなつゆ。そう、この福神漬けのつゆ跡の意味とは。はいバイト君。え、あ、いや、はい。だから見たまえよ、完全にルーの痕跡とは切り離されているだろ。あー大ヒント出しちゃったよ、もうわかるだろ。あ、いや、でつまりだ、ルーをライスにかけながらではなくライスをすくって、はたまたライスをルーへにじり寄せながらルーと混合させるというハイレベルをやってのけたのだよ。え、カレーをアドオントゥーライスではなくライスイントゥーザカリーだよ。ゆえに福神漬けは最後までカレーと混ざることなくその純潔さを保って味わうことができるのだ。やっぱりわけのわからない話に。だがしかし、ああしかし、これだけの礼儀と技術を持ちながらなんと嘆かわしい。惜しい、全く惜しいのだよ。最後のお冷やで失敗している。あの、もうお皿を下げ。コップに残るおよそ 15cc の H2O、 ここは飲み切ってほしかった。ああそうともさ、悲しいかな、カレーに勝ってお冷やに負けているのだよ。嘆かわしい。最後に喉の奥へとこの残りのお冷やをひと飲みごくりと。赤木くん、お皿下げないとね。かがりくんが困ってるでしょ。あ、はい、すいません。あ、いつもより遅くなっちゃったな。日向のやつまた夕飯食べないで待ってるんだろうな。急がないと。鈴の音？まただ。何なんだ一体、なんでだろう。妙に気になる。この中から。あれ、ここ穴が開いてる。なんだろう、すごい力で吹っ飛ばしたみたいな。ちょうど通り抜けられそうな。できたばっかりっぽいけど、この音鳴り止まないな。
つい入ってきちゃったけど、大丈夫だよね、多分。あの音は、今度ははっきり聞こえた。人の声。近い。あれは。大丈夫ですか？何です？来るな。来るなって、大怪我してるじゃないですか。今救急車呼び。あれ、あの音、この人から。やっぱりこの人から聞こえる。一体なんで。大丈夫ですか？敵か。敵で、え、お前が敵か。まずい。壁が吹き飛んでバラバラに。バラバラって、これもしかして。やばい。なんだ、なんなんだよ、どうなってるんだよ。逃げなきゃ、とにかく逃げなきゃ。嘘。足が立てない。やめて。対象ユニオンと認識。正式目視不能。魔素流動値計測確認。フェーズ4と判定。な、何が。あ、君気をつけて。ちょっと待って。ちょっと待って、やめてくれ。これ以上やったらこの人死んじゃうよ。もういい加減にやめ。障害を認識、排除を実行します。お願いだ、やめて。誰かが傷つくの見たくない。戦闘行動終了。対象の機能停止。交際称号確認。スクリームゾート断定。はい。現在閉鎖特区内により通信不良。申し訳ありません。再度お願いします。了解。対象は収容部隊に引き渡します。いえ、そちらのディスカバーコールは未確認です。了解。任務変更を確認。機関データベース照合の上直ちに向かいます。ただいま。頭が痛い。
さっきの一体何だったんだ。素直に警察に行った方が良かったのかな。でもなんて話したらいいかわからないし、気がついたら誰もいなかったし。おかえりなさい、トーヤちゃん。今日はアルバイトずいぶん遅かったね。お客さん1時間もトーヤちゃんを待ってたんだよ。ひなた、それどころじゃないんだよ。ありのままさっき起こったことを話すよ。って、僕にお客？うん。こんな時間に？ああ、やだトーヤちゃん、服がボロボロだよ。それじゃあお客さんに失礼だから早く着替えてきて。そこ痛い。押さないで、ひなた。お待たせしちゃって本当にごめんなさい。トーヤちゃん、お洋服着替えてたから。ひなた、話聞いてる？信じられないと思うけど、僕変な男の人に襲われたんだよ。それで服がボロボロになって、女の子に蹴られて。はいはい、また転んじゃったんでしょ。怒らないから大丈夫だよ。いや、はいはいじゃなくてさ。ほらほら、お客さん、あんまりお待たせしちゃ悪いから。いや、こんな夜遅くに僕に来客って、どうせアキラで。お邪魔してます。なんで君が。ひなた、気をつけて。この子がさっき。え、何言ってるの、トーヤちゃん。だからこの子が僕をその変な男の人から助けてくれたんだけど。って、あれ。ああ、そうだったんだ。それはそれは、どうもありがとうございました。いや、そうだけど違う。この子はその僕を襲ってきた人を。かがり東野を襲撃したユニオンは無事収容されました。ユニ収容？はい。対象の機能停止を確認後、ミツルギ機関本部へ報告、収容部隊へ引き渡しました。ミツルギ、それに収容って、君は一体何者なんだ。個体認識の故障ならば、私は S と呼ばれています。 S？ ふーん、 S ちゃんって言うんだ。いい名前だね。ちゃん、いい名前。説明を要求します。え？説明？あれ？またお客さん？ひなた、この子は僕が相手をするから。どうして君がここにいるんだ？任務です。任務？はい。しかるべき措置が済むまで、かがり東野を監視。緊急時の場合、その身柄を拘束せよとの命令を受けています。監視？拘束って、どういうこと？権限が与えられている範囲であれば、回答可能です。ちょっと待ってよ。そんなこと言われたって、一体全体何がどうしてこうなってるのかさっぱりわからないよ。要点をまとめた上で質問していただけますか？だからそんなこと言われたって困るよ。いいから帰ってよ。それはできません。なんで？私が受けている命令と合致しません。君はどうしたら帰ってくれるの？しかるべき措置が済むまで、かがり東野を。それはもう聞いたよ。他に質問がなければ任務を続行させていただきます。他にって、僕結局何も質問できてないよね。では改めて質問をどうぞ。何なのもう。じゃあ君は何してる人なの？私はミツルギ機関所属の対能力者部隊スレイプニールの兵士です。兵士って君が？そんなヒラヒラした可愛い格好で。私の装備についての質問は上司にお願いします。上司？随分素敵な趣味をお持ちで。って違う。そんなこといきなり言われて信じられるわけないでしょう。先ほど閉鎖ドック内でご覧になった通りです。私は通常ユニオンの拘束を主な任務としています。閉鎖ドックで拘束？僕を襲った？はい。
先ほど収容したのはコードネームスクリームゾーです。スクリーム…なんだって。本名は上泉五郎、男性28歳、職業は市役所職員。2ヶ月前市立病院の皮膚科を受診、担当医にドライブを使用した後逃走。事件の報告を受けた機関によってユニオンと認定されました。ひょっとしてその人変死事件と何か関係あったりするとか。変死事件については不可解な点が多く、現在情報収集を行っています。ただし関係しているとすれば別のユニオンと思われます。さっきから言ってるそのユニオンって一体何なの？ユニオンとはドライブと呼ばれる特異な能力を発症した者の総称です。対象に精神干渉を引き起こす結晶状の自傷機構、通称クリスタルの発生が見られ、その影響によって発症者の攻撃性が増幅される病気です。ちょっと待って。症状が進行することで重篤な精神汚染に陥り、周囲の人間に対して無差別にドライブを行使するようになります。その段階はフェーズ1からフェーズ6に分けられ。もういいからちょっと待って。君、いい加減にしてよ。何言ってんだか全然わかんないよ。もうダメだ、頭が全然まとまらない。落ち着いてください。この状況で落ち着いてられるわけないでしょ。ひなたは何してるんだろう。ずいぶん遅いけど。お話ししてるところごめんね。トーヤちゃんを訪ねてまたお客さんが来ちゃってるんだけど。え、また僕に？うん、なんとか機関ってところから来たって人が玄関に。でね、さっきお茶が切れちゃってどうしようかなって。これはこれはなかなかのお住まいですな。ふんふん。あ、お待たせしちゃってごめんなさい。あ、そういえば喉が渇いたな。すごくお茶が飲みたいな。あの、申し訳ないんですが早急にお茶をいただけますかね。はい、トーヤちゃん、そういうわけでちょっと出てくるけどすぐ戻るからお客さんお願いね。いや、民間人には聞かれたくない話をするつもりだったのでちょうどよかったですね。おい、民間人宅だと分かっているなら少しは控えたらどうだ。まったく無礼な。それはずるいな。ずるいだと？そうですよ、さっき僕を打診に使ったじゃないですか。なんだと？どういう意味だ？だって僕だけに名乗らせたじゃないですか。あんなものは一人名乗れば十分だろ。いえいえ、僕は機関の人間ですけど、メイさんは天の矛坂の人間じゃないですか。なら個別に名乗るのが筋ってもんでしょ。浜の矛坂と機関のこれまでの関係を考えれば私が改めて名乗る必要はなかろう。逆に話がややこしくなる。まあそう言われりゃそうですけど。本当にそんなつもりだったんですか？こんな大体だな。こんなところまでわざわざ私が来る必要などあるのか？お前がネチネチとしつこく頼むから来てやったんだぞ。ん？聞き捨てなりませんね。僕がいつネチネチしつこく頼んだって言うんですか？え？何時何分何秒？地球が何回も、これはこれは大変失礼しました。カガリ、トーヤ君。失礼ですけどあなたは？ああ、申し遅れました。僕、こういうものです。はい、名刺。あ、保健機関新横崎支部第7研究所所長、宇丸総一郎さんと。これは失礼。僕、三剣機関より参りました宇野丸総一郎と申します。ああ、これでも一応所長なんぞを務めております。いや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 、たまたまですよ。たまたま僕の論文がですね、三剣機関の上層部に認められてしまって。いやー、ほんと運が良かったんですね。
あの今、ミツルギって、それって、その子の。ああ、S。先にお邪魔してたんだね。いい子だ。やっぱり、もしかして、あなたはその S って子の、ジョシーですか？はい、そうですが何か。いや、何かじゃなくて、早くその子を連れて帰ってください。それがそういうわけにもいかなくてですね。どうしてですか？それにこんな夜遅くに3人で突然押しかけてくるなんて、どう考えたって怪しいしおかしいですよ。まあまあまあ、すぐに済みますからね。ちょっと待って、かがりくん。ほら、しかるべき措置、それが済んだら僕らは帰りますから。そのしかるべきって一体何のことですか？それに監視って。まあまあ、慌てない慌てない。S、その後はどうだ？現在までディスカバーコールは検知できません。あ、そう、そいつは残念。でもまあ一応ちゃちゃっと身体検査やっちゃいましょうか。 S、頼む。え、身体検査って。了解。え、どういう、うわ、何するんですか。ちょ、やめて。おとなしくしてください。どこ触ってるの、やめてってば。うわー。はい、ご苦労様。異常なしと。いきなり何するんですか。いや、それにしてもよかった。よくないですよ。ちゃんと説明してください。なんで僕がこんなことされなきゃならないんですか。だいたい襲われた僕を監視って一体どういうことなんですか。ああ、そうだそうだ、監視っていうのとは違いましたね。ほら、万が一ってこともあるじゃないですか。その万が一に備えて S をこちらへ一足先に派遣させてもらったと、そういうことなんですが。いや、その甲斐がありましたよ。ほーんと僕の機転が効いてよかった。ご無事で何より。万が一派遣って、だってあれでしょ、ほら、そう、君がもしあれにあれされでもしたらまずいでしょね。いや、あればっかりで全然わからないんですけど。君を襲ったあれがまた君にあれしに来たらってことですよ。僕がまたそのユニオンってのに襲われるかもってことですか。そのためにその S って子をここへ、監視じゃなく。ほら、わかってるじゃないですか。そんな、僕またあんな目に。まあ、その可能性は否定できませんね。なんでそんな楽しそうなんですか。なら今すぐ警察に。ですよね、そうですよね、そうなんですけどね。何なんですか。ここで大変残念なお知らせなんですが、警察じゃ手に負えないから僕らが出張ってきてるんですよね。ほら、さっきのあれって普通じゃないっていうか。確かに、叫んだだけで周りのものが爆発してでしょ。ミツルギ機関というのはとっても大きな組織でね、その中で僕らはああいう特殊な事態を専門に処理しているんです。とても警察の手になんか負えないですよ。だから君の安全を守るために S のような優れた兵士が必要だったと。そんなわけです。僕らの抱える複雑な事情、ご理解いただけましたかね。いや、普通じゃないってのはすごく伝わってきますけど。ご本。あ、これはこれは失礼しました。こちら、我がミツルギ機関に日頃からご協力いただいている天の矛坂家の次期当主、天の矛坂メイさんです。はい、天の矛坂メイと申す。急な動きがあったからとはいえ、こんな夜分遅くに突然上がり込んですまないな。え、はい。でもう何が何やら、僕が何したって言うんです。ふむ。今度は何、何ですか。うるさい、黙れ。ごめんなさい。メイさんって実に落ち着いていますけど、年齢はこう見えて15。お前はいちいちいらんことを言うな。ああ、はい。では3サイズは上から7。それもいらん。というか知ってるのか。もちろん。ああ、いやいやいや、冗談。
本当冗談ですよ。冗談ですってば。それで宇野丸さんとメイさんとこっちの S さん。さんは不要です。 S で結構です。はい。じゃあ S、 それで結局そのしかるべき措置って、それが終われば皆さん帰ってくれるんですよね。ああ、それ。じゃあすぐ終わらせますんで手出してもらえます？え、なんでですか？いいから、いいから。うん、ちょ、はい、ちょっとチクッとしますよ。痛かったら言ってください。痛っ。ほら、痛くない、痛くない。痛くなかったでしょ？痛いですよ。一体何？かがり君、君ユニオンに襲われた時、鈴の音って耳にしてないかな？鈴の音あるね。はい。よろしい。明日には検査結果が出ますから。え、なの、まさかユニ。ま、念のためです。念のため、ご心配なく。はい、大変お待たせいたしました。お茶どうぞ。困りますってば。まあまあ、結果が出るまで S を警護として置いておくってことで。はあ、置いておくって、そんな、連れて帰ってくださいよ。ほら、さっきも言ったでしょ、念のためですよ。結果に問題がなければ即刻 S は回収しますって。別に困るようなことでも何でもないですから。全然困りますってば。あの、僕は居候なんですよ。ここは雪姉と日向の家で。いちいち細かいことを気にするやつだ。細かくないですよ、こんな小さな女の子を置き去りなんて。かがりくん、怖がらなくてもいいんですよ。え、いや、僕は分かったからね。かがりくん大丈夫。え、君も見たでしょ、 S は強い、特別なんだ。だから安心して。いや、一緒の方が安心できな。何かあれば僕だって駆けつけるから。まあ何かあればだけど、メイさんだってそうだよね。はあ、ねえ、ほら安心したでしょ、ほら安心した。今完全にはあって聞こえましたけど。まあだいたいそんな感じだから。それじゃ S、 あとはよろしく。了解。ぐんない、かがりくん。邪魔をしたな。って、ちょっと。ねえ君さん、ほらもう夜も遅いし、タクシー呼んであげるから。やっぱり家に帰らないと。申し訳ありません、その提案は私が受けている命令に合致しません。はあ、困った、これじゃ眠れないよ。あ、だよね。じゃあまず私、 S ちゃんのお布団準備するね。いや、そうじゃないでしょ、寝具は不要です。え、結果の報告があるまでかがり当夜を警護せよとの命令です。それまで私が休息を取ることはありません。え、君寝ないの？はい、ですから安心して睡眠をとってください。いや、だからそれじゃ安心できないんだってば。どうでしたか、メイさん。かなり微弱ではあったが。というと？青を感じた。そうですか。明確には断定できんレベルだぞ。いえいえ、それだけわかれば十分なんです。メイさんにご足労いただいた甲斐がありましたね。気に食わんな。まあまあ、面白くなってきたじゃないですか。お前一体何をするつもりだ？それはまあ、禁足事項ってやつでしてね、外部の方に教えるわけにはいかないんですよね。ふっ、随分と都合のいい協力関係だな。ああ、そうそう、メイさんの選定眼が曇るのは嬉しくないんでお伝えしてませんでしたが、これ。ん？これはかがり当夜の資料か。よくここまで集めたな。うちのスタッフは優秀ですから。これは。はい、
彼、和田摘みの製造者だったんですよ。メイさんも興味出てきたんじゃないですか。和田摘みか。ふっふふ。この辺りね。まだ魔素が残留しているといいのだけれど。ここが良さそうね。刺し詰め、力を使ったのは2時間ほど前。でもこれは違うわね。もう少し術を広げて調べないと。ああれ、いつの間にかソファで寝ちゃってたんだ。 S、 いない。おはよう、トウヤちゃん。ああ、おはよう、ひなた。ねえ、ひなた、あの子は S ちゃんのこと？朝早くに任務が終わったみたいで帰りますって出て行っちゃったよ。そうなんだ。うん、朝ごはん一緒に食べようって誘ったけど断られちゃったの。残念だったけど、きっと忙しかったんだね。そっか、帰ったんだ。あ、そうだ、あのなんとかの宇野丸さんって人から電話があったよ。 S ちゃんが家を出たすぐ後。宇野丸さんから？ね、トウヤちゃんの結果は何ともなかったから安心してくださいって。そうか、僕大丈夫だったんだ。結果って何のことなの？え、ああ、うん、ほら昨日のことで怪我とかないから。でもなんか大丈夫だったみたい。そうなんだ。よくわかんないけどいい連絡だったんだね。そうみたい。よかったね、トウヤちゃん。またあくび。お家出てからもう4回目だよ。あ、うん、ごめん。どうしてソファーで寝てたの？お布団で寝ればよかったのに。あ、いや、それはその、ごめん S。 じゃあ僕上で寝るから。了解。あのソファーで寝かせちゃって悪いんだけど。問題ありません。あ、うん、じゃあ毛布ここに置いておくから。はい、おやすみ。あの子に悪い気がして切り出しにくかったけど、でもこんな状況だもんな。あ、が、おやすみなさい。あれ、なんかここ暖かい。湯たんぽや電気温かにしちゃ柔らか。いい、なんだ、なんで君がここに。質問に回答する前によろしいですか？何？深夜に大声を出すのは近隣住民に対しての著しい迷惑行為です。君に言われたくないよ。てかリビングで寝てよ。行かないって言うなら僕がリビングで寝る。お好きな場所でお休みください。常に目視できるよう追従するだけですので。え、常に目視ってつまりどこにでもついていくってこと？そうです。もしかしてあのさっきのお風呂とかトイレも？無論です。情報の漏洩でしたら心配無用です。いや、知らないよ。人の裸やら何やら見といて心配無用って、ひどすぎるよ君。任務中に入手した個人情報を外部に漏らすことはありません。そういうことじゃなくて。君さ、任務任務って命令だったら何でも言うことを聞くつもり？はい。即答？じゃあお約束なんだけど、もしだよ、宇野丸さんが命をよこせって言ったら。命令であれば。そんなのダメだ！大
対象の行動は理解不能です。いや、それこっちのセリフだから。それにその対象って呼び方やめてよ。トウヤでいいから。了解です、トウヤ。あのさ、S。 はい。君って自分の考えとか思いってないの？ありません。え、また即答？個人的な感情や思想は任務遂行の妨げになると判断します。そうかもしれないけどさ。トウヤ、どちらでお休みになりますか？あ、いや、ここで二人っきりってのは良くないよ。そう、リビングに戻ろう。了解。なんて説明したらいいんだ。ん？ S ちゃんと何かあったの？まさか、なんかなんてあるわけないでしょ。え？どうしたの？急に慌てて。いや、だからその…って、そうだよ。どうして僕がこんなに慌てなきゃいけないんだ。大丈夫？トウヤちゃん、なんか変だよ。いや、僕、結局朝まであの S って子と一緒にいたからさ。多分そのせいで疲れてるんだと思う。トウヤちゃんってばずるい。私も一緒のお布団で子守歌歌ってあげたりとかしたかったのにな。私もって、ね、それはダメでしょ。はよ、ご両人。アキラくん、おはよう。アキラ、おはよう。朝っぱらからの夫婦夫婦っぷりだね。夫婦夫婦って、もう突っ込む気も起きないよ。ん？かがりトウヤくん、何か心配事なら大親友であるこの亀割明お兄さんが相談に乗っちゃうぜ。話してもいじられるだけだしやめとく。バレた？やっぱりコーナー稽古だ。いいんだよ。さ、勇者トウヤよ、何時の胸の内を優しいお兄さんに打ち明けるのじゃ。いや、お兄さんって同い年だし。聞いてよ、アキラくん、昨日の夜、トウヤちゃんがずるいんだよ。ふんふん、なになに？あ、もう、ひなたってば、説明しなくていいから、ね。なんで？アキラくんにも話した方が楽しいよ。って、なんで楽しむ気満々なのさ。とにかくこのお兄様に話したってややこしくなるだけだし。失礼だな、弟よ。話してみなきゃわかんねえだろうが。ね、ひなたさん、なになに？昨日の夜ね、トウヤちゃんお洋服ボロボロで帰ってきて。服がボロボロ？どういうこと？うん、その前に知らない女の子がトウヤちゃんいますかって来て、ね、ずっとトウヤちゃんと一緒にいるっていうの。あ、ひなた、そんな断片的な単語並べたらアキラが誤解。でね、その女の子、エスちゃんっていう子、背がちっちゃくってお人形さんみたいで可愛いんだけど、ずーっとトウヤちゃんと一緒にいて朝帰っちゃったんだよ。私も一緒にって言ったのに、トウヤちゃんはダメだって言うんだよ。かがり、トウヤ。ひなたさん、間違ってない、間違ってないけど違う。貴様という男。アキラさん。勇者失格だぞこの野郎。畜生、羨ましすぎる。むしろ俺も呼べ。漏れてる、本音がダダ漏れしてるよ。あと勇者になった覚えもないし。知らなかった、トウヤちゃんって勇者様だったんだ。いや、うん、頭痛くなってきた。どうした勇者改め遊び人トウヤよ、顔色が悪いぞ。大丈夫？やっぱり寝不足だよ。あのね、君たち。ね、とにかく全部アキラの勘違いで、そういうんじゃないから。俺の勘違いってのは分かったけどさ、そもそもなんでそのなんとか機関の連中がお前んとこに来たわけ？それがユニ…あ、いや、バイトの帰り道に変な男の人に絡まれてさ。あ？変な男？いや、まあ、とにかく済んだことだし、ね。なんだよそれ。まあいいや、物騒なんだし気をつけろよな。うん、気をつけるよ。
ありがとうアキラ。そういや知ってるか、昨日の夜また閉鎖特区で乱闘があったって話。あの辺を根城にしてる柄の悪い連中同士で相当やり合ったって。へえ、怖いね。それって昨日のあの場所じゃ。怪我人とか出る前に収まったらしいけどな。トウヤが襲われたのももしかしてそれじゃね。おかしいぞ、どういうことなんだ。僕が襲われたことが別の事件に。どうしたのトウヤちゃん、難しい顔してる。あ、いや、なんでもないよ。そろそろ行こう。というわけで、三剣くんは今日からこのクラスの一員だ。初めての土地で戸惑うこともあると思う。みんな協力して三剣くんをサポートしてほしい。なんて。それじゃあ三剣くん、自己紹介を頼むよ。三剣 S です。本日0900時より白鸚北学園2年 B 組に登録。これよりかがり東野の護衛任務を開始します。かがりが何だって。大丈夫かな。問題ありません。ねえ東野ちゃん、 S ちゃんだよ。びっくりした、こんなことってあるんだね。でも S ちゃんって私たちと同い年だったんだね。私もっとずっと年下だと思ってた。いや、今は年下とかそういう問題じゃなくて。あれ、三剣くん、ちょっと君はそこの席じゃなくて、あの、聞いてる？問題ありません。いや、問題でしょ、これは。